どうもこんにちは、ものづくり太郎チャンネルの千葉ちゃんでございます。本日は太郎が出張中のため、私が代わりにオープニングを撮らせていただいております。後ろにあるように、今回はタイの動向後半ということで、前半はタイでのものづくりが激進しているということを参議院議員の山田太郎先生から情報を共有いただきました。今まで日本の独壇場だったタイでのモーターショーの一番大きいブースが中国に取られてしまっていたり、貴重な情報を教えていただきました。今回後半なんですが、東南アジア各国のの輸出入の状況でしたり、今後のビジネスの状態がどう変化していくのかっていうのを深掘りしておりますので、最後までご覧ください。今回はサテライトオフィスさんからスポンサードいただいております。なおサテライトオフィスさんは本編の内容とは無関係でございますので、ご留意ください。ではやっていきましょう。やっぱ東南アジアっていうところもですね、こう見ていきたいと思います。ですちょっとじゃあ東南アジアの方もしよう。はい、ありがとうございます。まずですね、はい、パートナーっていう意味では東南アジア ASEAN の貿易パートナーっていうのはもう圧倒的に真ん中見ても中国が伸びてきています。あ、本当ですね。 ASEAN to ASEAN は中国の伸びがすごいので相対的に減っていますし、はい、日本もですね、中国の伸びが強いために煽りを食らって、減ってきていると、輸出入ともにですね、中国または ASEAN 域内というところです。中華の勢いがすごいよっていうことをですね言われてたんですけども、まさにその通りだなと。数字を見ると、そう、日本は今 10% 割っちゃったんだけど、中国はまあ 20% のシェアということなんですね。デカップリングの影響もあると思うんですよね。要するに米中の対立で中国でものづくりがしにくくなってるっていう側面もあって、ASEAN に流れてきてる、そういう側面もあると思うんですが、そこはいかがですか。ちょっと後で、なんで東南アジアが中国なのかっていうのは、実は一帯一路も含めて通過点だって言ったところもちょっと見といてもらいたいので、少し先に進みたいと思います。そういう輸出額もですね、ASEAN の割合で、まだ米国に対して完成品としてASEAN で作ったものがアメリカの最終消費地に持っていくっていうのが一番多いんですが、ちゃんと ASEAN はこの1位が、完成品としては米国が一番多いんですけども、ASEAN と ASEAN というのは、部品だとかお互いの中間部材ということで2番目です。で、その次が日本ということがあるんですが、ASEAN の総額における中国の割合というのを見てみると、中国が ASEAN の次に多くということなんですね。で、よく言われるのは、やっぱり中国がもう世界の製造工場地域ではないんではないかということで、賃金がですね、ASEANに比べても倍になっちゃったと。そう、だいぶ高くなりましたね。そうそう、ということもあって、下手な都市に行くと日本より高いという話もあってですね、そこはあるのかなと。とはいうものの、累積投資っていうことから見ると、やっぱり圧倒的不動産が中国の場合の直接投資を支配していて、製造業っていう意味ではこれまでの蓄積していた、全体累積の 23% が日本ですから、非常に多いんだけど、この累積投資してきたアセットが使いこなせてないんじゃないかということになっている。日本のやっぱり対投資金額というか順位もじわじわと下がってきているということ。ただここはプレゼンスというのはまた別で、絶対額とはちょっと違ってですね、どう思うかということに対して、で、ASEAN にとって最も影響力があるのは中国だと 76.7%、 日本はわずか 2.6% だと言ってるんだけど、影響力に対する見方として、中国に対してはやっぱり 64% の懸念を示していると。必ずしも、そう好ましい相手ではないと言っていると。で、これは、ちょっと日本らしい調査なんだけど、正しいことを言っている信頼度っていう意味では、日本はアメリカにおいて一番強い。だから相手としては付き合いたいが、しかも懸念する中国とはどうかなと思っているが、現実的には影響力があるのは中国だよね、ということなんですね。はい。で、なんでこんなになっちゃったのかっていうところを、ちょっと歴史的にも地政学上、紐解いていきたいというふうに思います。で、ちょっと70年代ぐらいからバーッと駆け足でいきたいと思いますが、もともと日本がフロントの完成品を作っていて、その部品基地としていわゆる中国の沿岸部というのがありましたよと。ただ沿岸部もコストが上がっちゃったりしたので、内陸へ内陸へということで、中国も二重構造になって、沿岸部の割とユニットメーカーに対して労働力を展開している内陸という形で、それでも日本が最終完成地域で、そこからエンドに売ってるんで、付加価値があった。ただ日本はこの行き先を見てほしいんですけども、市場の開拓を多分誤ったと思っているのは、北米と西ヨーロッパしかなかった。つまり安いものが作れない。高いものを、つまり国内向けに作ったものが素晴らしいから海外でも売れるのだと、いうような傾向で、北米と欧州にさえ売っていればなんとかなりました。
でこれがどん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 移転をしていくことになって、最初は深圳の方に部品メーカーどんどん移っていって、国内の人件費が高すぎるからだっていう話もあったりして移っていったと。深圳もから上海に移り、上海から渤海湾の方に移って、もうすでに深圳はお金の通り生息が追い出されてるからね、みんな金融都市になっちゃったから、で、まあ、内陸へ内陸へと行っていったんだけど、今度内陸そのものも人が雇えないということで、はい、東南アジア方面に行くんだよね。あ、なるほど。でもう一つはこの辺りから一帯一路みたいな戦略が出てきました。で一帯一路の出口っていうのは2つあって、はい、1つはヨーロッパ、ドイツなんですよ、はい、でもう1つアフリカなんですよ。あ、でアフリカのどこに向かってるか、ちなみに、はい、中国がエネルギーで最も買ってる相手先ってどこだと思う？オーストラリアですか？これね、ナイジェリアなの。あ、石油。あ、石油なんですか？それからそうアンゴラ。見てほしいんだけど、地政学的に言うとね、ミャンマーとかっていうのはすごく大事な場所で、確かに、というのはアンダマン海に直接出たいんですよ。インドだとか、海が欲しいわけですね。そうそうそう、で中国の最大のテーマっていうのは海がないと言われて、そう、海がないんですよ。ですね、しかもマラッカ海峡を通ると、はい、西側バリバリのところになるので嫌だというところがあって、で一つは南北回廊っていうと出口はバンコックなんだけど、もう一つはミャンマーの方のモーラミアンっていうところの新海港のところに中国が最大投資を行って出てくる出口っていうのを作っていると。インドの南東の方にも小さい島があって、債務の罠に陥って中国に取られちゃいました、ね、それなんかね、それなんか、そう、まあ海が欲しいっていうのは明白だろうという、じゃあ出口はそこにアフリカ、ナイジェリアって書いてあるんですけど、あ、そこに繋がっていく、そうそう、でこの延長上にあるところが中国の直接投資の今後の方向を決めているんだよね。なるほど。で QQ みたいなちっちゃな車を実はミャンマーの僕テラワの工業団地のアドバイザーみたいなやつなので、現地にも何回か行って手伝ってたんだけど、政府統計が出てこないもう華僑の人たちが5万とミャンマーに出てきていて、ちっちゃな車をアフリカ向けに作ってるの。そういうのがリッチしたよっていうのは、アフリカに材料を持ってって作っちゃうと付加価値出ないから、ミャンマーで作って完成品にして出すと高値なんですよ。あ、まあ、それ なんで統計に出てこない、取ってないから、取ってない、そう、取ってないっていうのと、アングラでやってた、みんなアングラなの、中国統計なんで、はっきりみんなむちゃくちゃ買っちゃうとあれですけど、まあそうですね、で、熱い戦いは、僕は東南アジア戦略を日本で考える場合に重要なのは、はい、日本っていうのは東南アジアすごく重要で、東西回廊っていうのを取るべくやってたはずなの、戦略で。東西回廊ってあの緑のところですか？緑プラス紫、紫の横の南回廊と東西回廊、両方ともまあ東西なんだけど、ベトナムはドイモイ政策っていうことで、ODA を使って莫大なお金をつけてベトナムの経済を立て直したっていうぐらい、まあ、それで日本との関係が極めて深くなるわけだよね、うん、とで一方でミャンマーの開発っていうのも結構やっていて、 ODA で5000億円チャラにしたりとかしつつ、ミャンマーの開発っていうのはまあやったんだけど、今ちょっと内戦みたいになっちゃってるんですね。あ、そうですね。でそんな中でちょっと縦にも出てくる道があって、これは中国側から見た見え方なんです。中国につながるわけですね。クンミンから、一つはバンコクの方に抜けてくる道と、はい、もう一つはですね、いわゆるミャンマーの方に抜けてくる道っていうのがあって、この道の開発ができてくると内陸の方のクンミンから直接物が出てくる。まだ道はつながってる、つながってる、つながった、つながった、つながったんだ、つながったの。クンミンってどういうイメージかわかんないんだけど、はい、クンミンって超工業都市だよ。1000万人も人口がいる。1000万人もいるんですか？いるの。実は昆明は中国の貿易統計でも貿易港として位置づけられていて、20以内に入ってくるというぐらい、物量の流れっていうのが東南アジアに対してどれだけ来てるか。もう東南アジアの中でも とはいえ中国との付き合い方というのはまだらなんだけれども、例えばベトナムは中国を基本的にあんま好きじゃない、というのは中越戦争もやっていてよく思っていない。でカンボジアは完全に中国の、まあ、属国と中カンボジアで失礼で怒られちゃうけども、非常にまあ関係が深くて、言語すら使える、政治も近い、そう近いで、タイは基本歴史的にもここは中立を結構保ってきていて、中国経済は無視はできないが飲み込まれちゃまずいと思っていると。でミャンマーも同じなんですよ、本当は。なんだけどかなり中国に対しては依存している、中国なくしては厳しいよねと、まあ、いうことになってきていると。もう一つこういうところの出口を見るときに極めて重要なのが深海溝の存在っていうのが必要で、はい、深海溝っていうのは海の深さが11メーター以上ないと、船が大型船が入れないフィーダー船になっちゃうんだよね、はい、そうするとロジスティックスのコストと手間がかかっちゃうということで、必ずしも世界は深海溝多くないんですよ。というのは川辺に都市ができるんだけど、川があるっていうことは堆積しちゃうから、そうですね、三角錐ができるわけです、ね、そうそうそう、はい、なのでよくヤンゴンのところにティラワの工業団地使ったんだけど、作ったんだけど、あれは深海溝じゃないんですよ。でもうちょっと南の方にちょっと小さくしか書いてないんですけど、モーラミアンというところがあって、ここは中国が最大のお金を出して作った深海溝
なんですね。ロシアも昔は不登校が欲しくて、それと同じですよね。いくつか新開校というのはもう限られているんだけれどもということで、そこをつなげられるかどうか。例えばカンボジアのシアノクビルっていうのを、はい、カンボジアの港として日本がこれを開発したんだけれども、はい、あんまり使われてないというか。あともう一つはサプライチェーン上で言うと、はい、これが問題なのは、タイが崩れちゃうと、うん、全部崩れちゃうんですよ。あららら。日本の作り方っていうのはそれぞれ、またこれトヨタのアセアンの域内戦略なんだけども、うん、調達は8割はアセアン内の関税の問題があるからアセアン内で完結するんだけれども、はい、タイは最終的な車体を作っている完成工場。本当です、ね、でタイとインドネシアなんですよ。で特に中東向けっていうのはタイ、インドネシアって極めて重要だったりするんだけれども、はい、ここを失うということはどういうことなのかと。サプライチェーンが成り立たないってことですね。そうで、ここあとモーダルシフトが起こっちゃって、はい、こういうところが現地化をしてしまうとどういうことになるのかっていう話なんですね。一個インドネシアっていうのはどういうことが今起こっているかっていうと、資源の現地化っていうのが付加価値化っていうのが行われていて、はい、例えばニッケルなんかを素材で出しちゃいけないっていうふうにしたんですよ。で現地企業がいわゆる蓄電池の、とにかくインドネシアがそのまま素材出し続ける限り途上国を出せれないということで、確か2025、6年だったと思うんだけど、そこまでに全部入れ替えるということで、じゃあサプライチェーンを完結させるような方向にいきたいと。そうそうそう、そう、でそういう変化に結構日本勢が対応できてないんじゃないかと。ものづくりとしても高付加価値のものを海外、欧州とか北米に出すっていうようなビジネスに慣れてて、はい、その安い自動車ですよね。そうそうそう、そういうところに慣れてないですし、そうなってくるとサプライチェーンとして機能してこなくなってしまうと。市場としても変わってきている、はい、EV ってのは変わってきているけど、もう一つは規制も含めて各国の政策に乗れない。乗れないですよ、ね、全然合ってないことをやり続けていると。それが現地化できてない、現地で意思決定ができないとずっとやばいですよね、ということだから僕は現地化で意思決定をして、現地は現地の工場が黒字化をしなければならないんだっていう意思になれば考えるわけですよ。そうです、やばいと、ということなんだけど、アセアン域内の中でもサプライチェーンががんじがらめだから、がんじがらめですね。この呪縛をどういうふうに再整理するかっていうのは本社の機能しかできないんだけど、うん、どれだけ意識を日本のメーカーが持ってるのかなっていうのは問われるんだと思うんですね、うんうん、もう一つそれぞれの役割が変わってきているっていうことも含めて、はい、ちょっと見ておきたいと思うんだけど、日本というのはですね、はい、もう、まあ、スマイルカールがあって、組み立てとかなんとかっていうのは付加価値なくて合わないと、うん、だから上流のできるだけ設計開発とか商品企画とか、はいはいはい、ブランド作りと。でただ最近ブランドも崩れてきちゃって、テレビだったら LG とかサムソン、昔の LG のテレビなんて後ろ側触ると熱くなっちゃってたよねとか言ってたんだけど、スタイリッシュで今全然いいよねと、まあ、いう話にもなってきましたと。中国っていうのはやっぱりどこまで行っても中国の不安っていうのがあって、ね、やっぱり R&D とブランドってないんですよというところがある。だけど中国もバカじゃねえなと思って、すげえなと思ったのは、原材料、素材、デバイス組み立てってなった時に、日本の家芸っていうのは素材のところなんですね。そうですね。この結節点が儲かるって話をよくね、荷姿が変わるところが儲かる、はい、原材料から、そうそうそう、で元がいくらかなんて分かんないからさ、そうですね、デバイスからデバイスになっちゃうと原価知ってんだよ、向こうの先の。いや確かにそうですね。そうだけど材料からデバイスってのは分かんないんだよ。確かに。だからあそこの結節点に近い商売をやると儲かるというふうによく言われていて、素材をやってるっていうのはすごく強かった。だけど中国もバカじゃないのは、素材がまずできないとなったら何をしたかっていうと、原材料さえに行った。レアメタル、レアメタル、レアアースですね。そうなんだね。東証が言いましたよね、中東には石油があると、中国にはレアアースがあるとそうそう、今だけどこの素材と材料をめぐって各ところが激化していると。生存2025の中なんかでも、はい、やっぱり中国は原材料素材をめぐってできる会社になりたいと。新素材って入ってますからね。そうそうそうなの、そうなの、そこを見ていかないと、はい、日本の最後残ってる競争力のところ、付加価値をつけてるところどこなのかっていうところが見失っちゃうと。もう一度日本のナンバー企業を見てると、やっぱ圧倒的素材強いんですよ。半導体の後工程の原材料も、うんうん、昭和電工さんナンバーワンなんですよ、うん、で2位と2位の3、4倍ぐらいですね。だからそういった素材ってめちゃくちゃ強いわけですね。だけどじゃあ実際素材って世界市場の規模から言ったりとかしてもちっちゃいんですよね。そう、認知なんですよね。そう、すごいちっちゃいんですよね、だからここばかりをやって世界の製造業が席巻できるかというと、またそれと違う話ですね。そう、厳しいということなんですね、もう一つ思い浮かべてほしいのは、ちょっとこれは僕もいつも思ってハッとするんですけど、テレビっていうの昔あったよねっていう、今何を持ってテレビっていうのは分からなくなってきたと。で2008年当時っていうのは、あ、左上ですね。そうそう、国別だと日本が圧倒的に強かったんだけど、はい、2011年で、たったの3、4年間韓国にどんどん抜かれていて、で次は、まあ、中国出てきましたね、はい、ということですと。
でもっとすごいのはやっぱスマホです。で昔は2008年ってどこかと欧州もう一社ノキアです。ノキアですね。でもなんとですよ、 3,4 年経ったらいないんだよノキア。そうノキアが見る見るうちに、うん、あのブラックベリーというそうそうのが出てきた頃ですよね。そうで僕は実は当時2008年ぐらいは大手ビジコンのコンサルやってたから、ノキアは素晴らしいとか、ノキアは世界を制するとか、ノキア戦略とか、ノキアこそ最高ってあれみたいな、スマホが出てきて一気に変わっちゃった。そしてもう今や韓国ですよね。うん、そう北米か韓国、それ以外の途上国向けには要するにアフリカなのかみんなそれで中国製です。中国製ですね。これがもう席巻してるということで 3,4 年で起こっちゃうということなんですね。で何を日本は誤っちゃったかっていうと、1995年ぐらいまでのものづくりっていうのは小さくて軽いものっていうことをやってた。軽症端末ですね。それから複合化技術って言っちゃったと。日本のお家芸ってのは例えば携帯電話にカメラがついてる、うん、当時バカって言われたんで、カメラはカメラだろうと、何でお前電話にカメラつけるんだよって、今はついてない方がおかしいよね。おかしいですね。で挙句の果てにはエアコン付き洗濯機っていうのを見出したじゃないですか。これ意外と売れたんだって。へえー、何で知ってる？これ当社が作ったの。エアコンですか？エアコン付き洗濯機っていうのは何で売れたか、簡単に言うと、はい、お金持ちの奥様って日中どこにいるの？部屋の中。え？違う違う、台所にいるんだ。台所か、うん、リビングの台所なんだ、はいはい、で実は洗濯機ってどこにあるの？それでその家の家計がよく分かる。どこにある？僕は お風呂の横にあります。あ、まあ、まあ、いいとかじゃないかも。いや実はキッチンにあるんでしょうね。なんか最先端のイメージっていうとキッチンの横にある。でもキッチンって火を使ったりとかで夏暑かったりするから、そこにエアコンつけちゃいましょうっつって、当初バカバカしいって言われたけど意外と売れたと。これは複合化技術の最たるものですよ。だけどその後どうなっちゃったかっていうと、まあ、平和の配当じゃなくてブリックスっていうのが、まあ、出てきて、年収がですね小さいけれども安いものが売れるっていう、安くていいものが売れるということで、僕タタの実は顧問もずっとやってきたんだけど、タタちょっとね品質不良がありまして、ちょっと問題を起こしたんだけど、まあ、それでもそういうものが売れるという時代に変わってきたときに、日本は安くていいものが、まあ、いいものが置いてるんですけど、安いものが作れない。全部 OEM だよね。国内で安い家電品って全部国内でもうラインがないんだよ。ないですね。だけど、ほぼないですね。そう。徐々に徐々に所得がみんな上がってきていて、引きりきり安いものなら買えるっていうところのシェアが最初取れない。で、そこにシェアが取れない、コカ・コーラ戦略じゃないけどさ、コカ・コーラ小さいとか飲ませろって言って、アフリカでもコカ・コーラの赤い。マクドナルド。そうそうそう。それができないから、離れていくだけなんですよ。そうなんですよ、うん、というところなんですね。安い車の大転換機でいろんな小型 EV が出てきてるじゃないですか。ああいうのができないわけですよ。でパワートレインもほぼ EV に変わってきてるけどできない。でもっと言うと車ってどういうものかっていうと、エンジンだとか実物っていうのは重たいものじゃなくて、うん、ECU プラステレマティックス、これカーリアですよね。こうなっちゃったと、うん、いうことで、あれはもうスマホですと、電気部品なんですと、まあ、いう考え方に立てるかっていうことで、スマートカーだったりだとか、まあ、そういう話なんだけど、こういうのにやっぱりなかなかこう移転できない。一応国の政策としてもガソリンディーゼルから次世代、それから次々世代ということで口では言ってるんだけど、産業界と連携が取れてるわけじゃありませんと。で一応戦略上も柱立ててんだけどって話なんだよね。なかなかサプライチェーンもしがらみだし脱却ができないですね。ただ一方でじゃあ IoT っていうのが、まあ、これからの技術の中心になっていくんだけれども、で一応それぞれのお家芸っていうところがあって、スマートシティとかヘルスケアだとかスマート工場だとかのフロントエンドの応用部分っていうのはまだ日本はアメリカと並んで強いというふうに言われている。ただネットワークのところっていうのは中国の勢いが今すごく強くて、そうね、そうそうそう。でちょっと半導体ちょっと市場が古いので、うん、2015年ですから相当相当超等このシェアが変わってきちゃったと思うんだけど、はい、これがねすごく日本まだらなんですね。そうですね。でさっき言った ASEAN においても中間層がものすごく伸びてきていて、うん、でもっと言うと中国なんか超分かりやすいんだけど、はい、アッパーミドルと言われる人たちが、以上が6億人だけど、日本の年収よりも多いんですよ。13億人のうちの半分は日本の年収多いんじゃないかっていう、日本の年収が平均値で450万だから今、うん、というふうになってきてる。ただ貧困層も膨大に言うからね、膨大に言うんだけど、マーケットとしてはもうこういう状態になってきちゃってるということなんですね。懸念ばっかりはしていってもしょうがないんだけれども、まずね、さっき言った地政学的に東南アジアの位置づけっていうのは変化がありますと。中国はとにかく13億の民がいて、その人たちのエネルギーをアフリカでも何でも買っていかなきゃいけないから、膨大な物量が東南アジアの上を流れ始めたりもということを想像した場合の立地条件と、
いうのを考えています。それにタイの人たちだったりインドネシアの人たちはどっちを見るかです。一方で日本は労働力が今まで安いと言っていたところでいわゆる直接投資が行われ工場を立地されて作るとそこのシェアといいますか、ね、勢いとどっちを選ぶか現地の人たちの目から見た場合にでそこを考えずに日本は日本の理屈で東南アジアを考えているわけですよ ね。だったら逆手にとって13億の市場に対して日本が売れるものも東南アジアに突っ込みいいんですよ、うんうん、そうすると経済安全保障で中国のものを使わないって言ってるけど逆なの中国に日本のものを使わしちまえばいいんです中国が足りないんだ何にももう輸入超過だから圧倒的な、うんうん中国の今懸念点っていうのは何かっていうとかなり直接投資が失敗をしていて中国全体が倒産しちゃうんじゃないかっていうぐらい厳しいの不動産の問題もありますそうで一帯一路っていうのは一見強そうに見えるんだけども、はい、問題点があるのはそこら中に投資してまってるあそうですねでいろんなところにそうでスリランカは罠じゃなくて逆に言うと彼らから見ると大変な負債に抱えちゃってる、はい、あらそれはどうしてそれ引き受けちゃってるんだからだってどうするのそれその負債を引き受けちゃったものもともと成り立ってないものを引き受けてるんだからスリランカ側からしてってことですかいや中国側からしてそういう見方もあるだってあの、はい、いわゆる担保で取ったってことでしょ、はいはいはい、返せないからだけどそれ取った担保がちゃんと正常じゃなかったら、はいまあ、あの劣化しちゃうじゃん劣化し持ってても資産価値っていうのはあるんですけど中国の最大の問題っていうのは年率で 7% 近い成長をしない限りは残念ながら平常運転の維持ができないどんどん潰れてっちゃうというジレンマを抱えちゃった今限りが見えてるとそれから中国国内っていうのはもう林安商法だったわけこれ何かっていうと例えばウーハンなんかは工業団地を作りました化学会社だとかそういうものをこういっぱい引っ張ってきてでその上納金を中央に上げるそうすると自分たちの地域の初期はすごい地位が上がって中央行った時出世するというこういうものだったもうそういう文化ですよねそう中国っていうのはあのいわゆる世界的にはそういうところがあって例えば香港はなんで所得税も減ったくれも特に資産税を払わなくていいかっていうと簡単で埋め立て作ればよかったそうすると土地ができていて高度にできている都市で来たい人たちがたくさんいるから、うん、そこに公団でもビル建ててもらえば売れますよねということでまさに錬金術というか原野商法海の原野商法それがまだ港の方はできやすいんだけど、うん、山の方っていうのはもう誰も買わなくなっちゃうそうですねそう不良資産になっちゃって維持もするのにもお金がかかっちゃうということで国内ではそれがすごく厳しいだから国内ではそこはマチュアになっちゃったんで食わせるためにエネルギーとしてのユーロの途中に一帯一路でもって東南アジアとかがあったんだけどそれで初めて直接投資をし始めてロジスティックスがものすごく世界に広がっちゃったけどもそれをマネージできるかどうかっていうのは分からないプラス国内情勢もありますしそう 7% で成長していないと国民が満足しないとあの中国強いって言われてるけれども、はい、育成は正直言うと分かんないな分かんないですね思っているんだよね、はい、でもそこは2つチャンスでうまくいってたらうまくいったらで僕はサプライチェーン上で日本のものを売りつけりゃいいじゃん中国のものを買ったらさいろんなものが入っててやばそうだけどさ、うん、日本のもの1枚ともし中国がぶっ潰れるんだったら代わりに日本のものをそこ穴埋めに行くぐらいの今から市場を作っておくんですよ居抜きをするぐらいそうそうそう言い方によりますいやそれぐらいのダイナミックな世界戦略がないと、はい、とにかくモデルが一から作るのは大変ですからねとにかくモデルがサイクルが早いし北米ととにかくヨーロッパをまだ理想としていて高くてもいいものなのだったら売れるんだっていうところのアウトソースの基地でしかないんじゃないかな、うん一部のタイなら対東南アジアの金持ちに向けて買ってもらえるんだったら日本製品っていうのはまだ捨てたもんじゃないぐらいの話になっちゃってるから、うんうん、もうそうじゃないよねそこの地域で売れるビジネス戦略も必要であろうとそれとただものづくりっていうのはものを作ってただけじゃダメで人の問題だとかブランドっていうのがあるからサービスもあるし、はい、だからさっきのちょっとあの指摘の最初のように戻るんだけれどもやっぱりね日本のドラマだったり歌だったりをもっと輸出して日本びいきで僕ねあのそういう意味ではちょっと表現の自由とか言ってるけど漫画とかアニメとかゲームはチャンスなんだけど最近ネフリなんかを見てると中国漫画すごいんだよね、そうなんですかそう韓国漫画特に中国漫画すごい、ね、僕ね全然読まないんでそうすごいのすごい最近というふうにただもう、まあ、ネフリックスもみんな韓国だからねあネットフリックスそうそうそう、はいはい、紅白とか見ててもさあ全部韓流がねいやいやなんかさ日本勢もみんなチッチチでチャチャチャみたいなやつやって、はい、TikTok で売っちゃってるから、はい、全部中国韓国っぽいのよ、ね、そんななっちゃってちょっと驚愕したけどね
クールジャパンがうまく機能しなくなってきてる。で昔はもう日本語を学べば金になるっていうことでやってたんだけど、今は漫画を原点で読みたいから日本語を勉強したっていう人すごく多いので、ここはやらなきゃダメだよと思って、これ粘り仕掛けたいですね。そうか、やっぱり、まあ、日本のエリートで大学以上であれば英語ができて当たり前ということでグローバル戦略を組むのかね、あとはやっぱり韓国は最大成功してきたと言われてるのは現地化だよね。もう戻ってくんだと、片道切符で向こうで余生を暮らすぐらい頑張れと言ったところの緊張感もあった。とにかく日本はいずれ戻ってくるんだっていう、店じまいをするぐらいのことを現地の人たちは考えていて、現地の人たちに対してさ、権限を与えないと。で、変化がしていって、これはまずいってのはみんな現地では分かってるんだけども、どうしようもないよね、本社バカだし、とかなんか平気で言っちゃっててさ、もうどうすんだこれはと。同じ船に乗ってない感じだよね、正直言うと。意識改革をしてください。だから、こうね、まず本社の人たちは現地を見てください。そうです。やっぱり見るっていうのも観光ベースじゃダメで、1ヶ月ぐらいちょっともうしょうがない。国際戦略も日本のも戦略イコールだから、住んでみて、現地でご飯を食べ、支店でなんか夜券が来たからって言って、豪華なとこ行くんじゃなくて、普通の庶民が何を考えて、工場で働いている人たちがどういう思いでいるのか、なんなら競合他社のところの雰囲気だとかっていうのは見る必要があるんじゃないかなと思うんだよね。そうすると驚愕しますよ。そういうことだと思います。変わってると。もうちょうどね、来月はトヨタのティアワンさんのアイシンさんとデンソーさんで公演がありますから、うん、そう言ってくださいよ。はい、行ってきます。ティアワン、ティア2とか言っている構図が厳しい。そうですね、もうそこもビジネス、先ほどのあの話じゃないですけど、うん、あのね、例えばティア2、ティア3からしてみたらティア1に売る必要はないんですよ、うん、一方でティア1だって自分のところ全部責任を持ってティア2、ティア3を育てるのかって必ずしもそうじゃないじゃない。常に求心力をコントロールするためには浮気もしていきながらですね、切磋琢磨ない人の総理戦略、そういうふうにしていって切磋琢磨やらないと支えきれないって、はい、お互い正直言ってというふうに思うんですけど、はい、なかなかですね変わらないんですよ。皆さんコメントをしてください、はい、あの違うとか何かあったらどこが違うかとかでもいいですし、はい、ここはこうした方がいいんじゃないかとか。で僕はとにかくデジタルっていうのは今党の方でも責任者とかいろいろそういうのやってますし、データ庁の方もやってましたけど、プラス日本のその競争力とプレゼンスをどこでどう高めていくのか、でそれは生産性向上じゃないんだと、うん、とにかく付加価値をですね、うん、どこでそうユニークで作っていくのかっていうことにもかかっているし、じゃあそれってアイデアベースでイノベーションだなんて単純なものじゃなくて、さっき見てもらったような地政学的な位置づけにおいて有利な展開っていうものだったりとか、実際が所得構造だとかが各地域で変わってきた場合にどこがエンドの市場として考えて立地をしていくのかっていうことだったりとか、やっぱり人がいなければ実際の付加価値作れられないから、どこにそこの人が集まってきているのかっていうことも含めて考えていくっていったところも徹底的にやる必要があるんだろうなと思うんだよね。ありがとうございます。お役に立てたかどうか。とんでもないです。もう非常に濃密な時間だったと思います。普段出てこないですから。そして山田太郎さんは本当に製造業に精通した議員さんです。皆さんで応援しましょうというところでございます。はい、ということで以上でございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあねっち、バイバイ。いよいよ3月にティムトスの訪問が迫っておりますので、訪問予定の企業をいくつかご紹介していきたいと思います。今からご紹介するメーカー以外でも視聴者の皆さんがここはぜひ訪問してほしいとか、太郎ここ見てこいっていうところがあったらぜひコメントで教えてください。で今回ですね、台湾の工作機メーカーっていうのが実は情報がほとんどなくてですね、普段お仕事をいただいているメーカーの皆様から情報を共有いただきました。情報をくださった皆様本当にありがとうございます。では紹介をしていきたいと思います。周辺機器メーカーからいきたいと思います。皆さんこの企業はジムトフとかの展示会にも出展されているのでご存知かと思うんですが、ハイウィンでございます。ボールネジとかリニアガイドの製造設計等を行っているメーカーでございます。いつかの展示会でブースを訪問させていただいた時にもお伺いしたんですけど、日本法人の本社工場を神戸に建設予定ということで、もしかしたらもう建設始まっているかもしれないんですが、日本での展開もすごく力を入れているよっていうメーカーでございます。実はこのハイウィンですね、周辺機器メーカーではティムトスで一番大きいブースを取られていましたので、台湾の中でもかなり注目が伺えるのではないかなと思っております。次に PMI というメーカーなんですが、ボールネジとかリニアガイド等の製造設計を行っているので、ハイウィンの競合にあたるところなんではないかなっていうところと、ブースの大きさがハイウィンに続いて、2番目ぐらいに大きかったので、どう違うのかっていうのも実際現地に行って確認してみたいと思います。続いてやっと工作機
機械に入っていくんですが、まず1社目トン体成器というところですね。いくつかのメーカーの皆様から情報をお聞きした時には、皆さんトン体成器っていうのはおっしゃっていて、 TT グループっていうグループのリーダー的な会社なので、台湾では大きいグループみたいです。こちらは縦型横型のマシニングセンターとか、あと旋盤レーザー加工機等を作っていて、まあ、台湾メーカーでは最もラインナップ数が多いということでした。ただちょっと全部ホームページとかのネットからの情報なので、もし間違いがあったらすいません。台湾の売上ナンバーワン高速機メーカーということでした。次が台中成器ですね。こちらが CNC 旋盤マシニングセンター射出成形機。こちらもトン体成器と同じぐらい台湾の中では売上が高いメーカーということでした。四人機械ですね。こちら縦型横型五軸複合加工機。台湾で唯一自社工場に鋳造工場を所有しているそうです。2006年から TPS を取り入れているそうで、今回ご紹介させていただいてます。有価集団、読み方は用者集団みたいなんですけど、旋盤フライス CNC マシニングと工作機械事業だけで世界に37社を傘下に持つということで、まあ、集団というだけあって、かなりいろんな国にグローバルで展開をしているグループ企業のようです。日本企業では新日本工機さんとか池貝さんが入っているみたいです。じゃあ続いて論点正規、中型大型の縦型 CNC 旋盤や航空宇宙とか自動車製造ラインを作っているそうです。アジアパシフィックエリートコープということで、門型ですねとか航空機の専門機を作っているようで、高精度五軸加工機、ここはかなりデザインがかっこいいですよね。なんか他を見ていただくとデザインが結構ダサめというか、古っぽいデザインが多いのかなっていうのは個人的に印象がありました。で続いていきます。クイックテックマシナリーさんですね。こちらが小型高速複合加工機、あとは CNC 旋盤フライス、次がチェンタイ機械、多軸のターニングセンターでしたり、縦横ターニングセンターですね。続いてご紹介する企業なんですけど、皆さんご存知滝沢の台湾の法人になります。岡山の企業なんですが、実は台湾に法人を作ってからもう50周年を迎えているそうで、注目かなというところでございます。横型縦型旋盤フライスの複合機ですね。で最後山崎マザック、ご存知の通りこちらもレーザー加工機マシニングセンターと自社 CNC マザトロール。マザックさんいつもお世話になっておりますので、ティムトスでここは見ておくべきとか注目してる企業ありますかと社長の息子の山崎さんに DM でお伺いしたら、皆さんなんて来たと思いますか。もちろん山崎マザックですと返信いただきました。ティムトスでもぜひお邪魔させていただきたいと思います。訪問予定の企業は以上になります。視聴者の皆さんで台湾の企業に詳しい方とかいらっしゃいましたら、ぜひコメントお待ちしております。今日の千葉ちゃんの一言、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではスポンサー動画でございます。どうぞ。製造業でウェブマーケティングにお困りの方って絶対いるんですよ。ウェブっていうのは24時間ずっと働いてるので、これを活用しない手はないんですね。製造業のウェブ構築に特化した企業とコラボをさせていただきます。一緒にウェブで新規顧客をですね獲得しましょう。詳しくは概要欄からお願いします。山田太郎先生の動画第2回でした。いかがでしたでしょうか。刺激になればいいねボタンとチャンネル登録もぜひお願いします。次の動画でお会いしましょう。またねー。